スーパードゥドゥメーカー2、はい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 、やっていきます。どうも、いきなりですけど、僕実況中によく噛むことが多いと思うんですよ。なぜ僕はあんなに噛むんだとめちゃくちゃ考えたんですよ。そしたら一つだけ思い当たる節があって、それはですね、慣れない標準語を使ってるからだと思うんですよね。例えば前々回のオープニングトーク、裏切らずにっていう言葉を裏切らるりって噛んでたと思うんですよ。実はあれ10回ぐらいやり直して言えました。福岡だったら裏切らずにいやまた噛んでしまいましたけど、福岡だったら裏切らるりっていう言葉を裏切らんでとかそう言ったりするんですよあれこれ全然関係ねえくれ、まあ、とにかくそういうことなんですよはいどうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、スワンプベイカムっていう読み方で合ってるか分かんないんですけど、あの BACUM 調べてみました。そしたら真空って出たんだよね。なんでこのコース真空のドスっていう意味になると思うんですよ。そして全然関係ないこと言っていいですか。コース名にプレイングって書いてたらピオキングって見えるんですよ最近マジでそういう現象が起きてきて、まあうぬぼれるなっていう感じなんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.81%。 そして騙しコースでドッスンがよく出てくるコースってめっちゃ好きなんだよね。反射神経が求められるような感じしない？いやここは絶対ドッスン出てくるよ。開幕あっつ、いや絶対下から出てくると思った。こっからドッスン、いやそこまで来んのじゃあここは右の方に避けておけっていう感じか。そんで上に進めるっていう感じだね。そんでここは下、あ地面があるね。そして上にドッスンがいると思うんだけど、走って逃げますやべえやべえ、危機一髪やったね。じゃあここでドッスンを落とさせておいて左に逃げる。これで大丈夫。石をやじなんかこういうギミック見てたらさ、黒ひげ危機一髪っていうおもちゃ思い出さない？知ってるかな、あの剣で刺したらあのバンダナを巻いた親父が出てくるやつ、それやってるでしょくっそなんでここに隠しブロックがあんの。魚そんじゃあここは右の壁を伝ってジャンプすればいいっていう感じでしょ。そしたら隠しブロックが叩かないんだよね。さあ進んでいきますか。次はこういうの好きだよ。どうしよう、この隠しブロック叩いてみます。なんか出る、何でもない、早く行こうやくっそー、わかるかこんなの。ここの行き方がわかんないんだけど、このブロックなんもないでしょ。そしてドッスンを倒して、あ左に行くみたいな、そしたらブロック壊してくれる。ナイス、これでいいのか。マニアって頼む、なんでよあれよ強すぎ。いやまさかあんなタイミングよくバネが出てくるとか噛みすぎでしょ。よしよし、このバネが抜けて下に行けと、なんで今回マジで初見殺し半端ないね。でこの状態で右上のブロックが壊れて砲台が出てきたよね。でこの砲台の上に乗ってどっかに入れる、来ました。っていうかここピンクコインじゃ、今気づいたな。ここの難しさでピンクコインはきついぞ。どんだけやられるんだろう今日は。じゃあここはピック、あパスなるいやなんで全然意味わかんねえんだって。じゃあこの一番左の土管だけ罠だったんだろうね。じゃあ左から順にこの扉入っていくね。次は土管っていう感じでいきますなんでよ、ねえなんでよもうじゃあ真ん中の土管行こうか。じゃあ一つの土管に対してビットコインが何個もある感じか。いや絶対なんか出してくる、あぶねえ。そしてここは何もか、上は何もない感じだね。このつららは凍られないつららでしょ。じゃあこのまま右にダッシュ、そして鍵を取って右にダッシュしていいのか、どうなんだ、頼む、何もないんだよ。そしてはっこのバネには引っかかりませんでした。じゃあこの鍵扉に入って次のステージに進みますか。ここはどうすればいいんだろう。あじゃあこの鍵ドア入った瞬間右にダッシュしてってみるね。これでブラパが抜けれるんじゃないかな。さあ抜けれました。そして次はこのリフトに乗った瞬間左に逃げてみる。あキノコ待ってそうでしょ、あのキノコ絶対いるやつでしょ。くっそ、この次絶対キノコがないとダメなパターンでしょ。あいやワンチャンあるんじゃないこれね。えキノコ取ったら逆にダメだったみたいな。ノーダイングスタート、オーバー。
もうスタートからやり直せってことかな。さっきの中間ポイントに行くまでに別のルートが実はあるみたいな。ちょっとそれ探ってみようか。で、僕気になってたことが一つあって、あの右上のブロックさっき破壊されて砲台が出てきたと思うんだけど、その砲台の上に行く。そうなんじゃないかな。いや、バーがあるからあの上は行けないのか。っていうことはもうこの場所に行くしかないよね。じゃあさ、一回もやられずにさっきの場所まで行けみたいな。それでさっきの場所の何かが変わってるんじゃないかな。ほらほら、花が出てきてるでしょ。さっきとちょっと違うもんね。この状態でさっきの場所まで行けば何か変わってる。きっとそうだよ。さあ進んでいきますか。ここは右ダッシュでよかったよね。で、ここはキノコを取ってよかったっけな。キノコ取って行ってみようか。キノコ取ってこっから何か変わってるはず。頼む。ほらほら変わってる。で、ここが砲台になってるのはいいんだけど、この右だよね。こっからよし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 絶対違うと思った。いい加減にしろで、今やられたところがあったじゃん。そこにプラスゴーイングドア ATCP って書いてたんだよね。なんでこのチェックポイントを取ってドアに入れば何か変わる、そんな感じなんじゃないかな。ほら今ね、オンオフが発動した音が聞こえたんだけど、この状態でさっきの場所まで行けば何か変わってるみたいな。なんか砲台がいるよ、右上に。なんだキノコ、この状態で進めるっていうわけで、さあ、さっきの場所まで行ったらどう変わってるんでしょう。あっ、さっきと違うやんかこの辺でバネが出てきた。ナイス。で、このバネを避けて鍵を取って入れっていうことだと思うんですけど、ここバネ出てきたよね。よしよしよし。そしてさ、これ左にやっぱ行くみたいな、そんなんないよね。じゃあ鍵に入っていきたいと思います。ここまでは変わってないんだね。この下に行けば何か変わってるんでしょうか。来たやった、やっと次に進めた。この下はどうなんだろう。どうしようまた最初からやり直したもんで、ね、ミスったら。頼む、下に当ててよ誰か助けてさっきさ、この左でブラパンが出てきたの見えたよね。なんであのブラパン出さないように右から行こうか。そんでこのブロック降りてって叩かない。もう最初からするの嫌だ。で、この四角すげないし、叩いてみます。で、下入れる。それはわかるかさあ、こっからなんだよね。この右下のブロックの場所に行けってことでしょ。なんでこのブロックを叩いた瞬間右にダッシュ。それで合ってる、合ってるでしょ。で、土管に入る、土管に入る、土管に入る入ってよ。どこにいるのかわかんねえ自分が。よしよし、入ることができました。さあ、ここで中間ポイント、ナイス、やっと取れた。これが本物の中間ポイントでしょ。あ、でも怪しくない、この中間ポイントを取っていったらダメみたいな。そんな罠来るんじゃないかな。どうなんでしょう。くそうざすぎ、マジうざ取りよ。この中間ポイント取ったらダメっていうの絶対最後に来るよ。もうかけてもいい。さあ、ここは上からドッス打ってきそうだな。なんで走ってできます。これで合ってる、来ました。分かってんだよ。さあ、ドアに入っていきますか。次はここは何もしない、信用するコインよ。ただ僕はしっかりと見ることができました。ここでキノコと敵がダウン。よし、なんて言ったか分かんないと思うんですけど、ここは上か下か、上しかないよね。絶対こっちで合ってるよね。で、このブロックを叩いて花を倒す。はあ悔しいじゃあここは被弾して進めってことだね。この上は何もないのか。じゃあ土管に入って進みますね。さあ、次は何が待ち受けてる。キノコいるやんか。あれ、でもキノコ取った状態でここまでどうやって来るんだろうね。ブロックを叩いた瞬間上に上がれっていう感じかな。じゃあこのブロックを壊した瞬間すぐジャンプして上に行け。あ、左側に追っておくだけでよかったのね。じゃあこのキノコ状態でガリガリが抜けれるっていう感じか。さあ、ここでオンオフをしてどうなるいいんだって、お前はもう出てこなくて。じゃあこのバブル出して避けたらオンオフが変わるみたいな。ナイス。そしてこのオープンブロック使用してみます。なんもない。こっちはクッパクラウンか。このクッパクラウンに乗って上に進む。ナイス。そしてこの場所
左の方に寄っておこうか。なんか右怪しくない？こっちが正解だよ、きっと。左を失敗しておきます。合ってる合ってる、絶対合ってるんじゃないのこれ。ほら熱々で、このまま上に一気にくっそ、これは死にたいけどから上の針で当たれっていう感じかな。このままビヨーンで、なるほど、この浮き輪が邪魔してくるっていう感じでタイミングを見ていきます。ここ邪魔くせ、あいつマジ邪魔くせ、うん、うわ今なかなかいいタイミングじゃなかった。もう一回このタイミング、マジで邪魔くせ。この下は何もないのかな、この下は、ここも何もないのか。じゃあ頑張って耐久しろってことだね。任せて、すぐにクリアしてみせるから、この新耐久名人、うん、むずけ。これはなかなかシビアだね、この浮き輪がマジで。ちょっと待って、このタイミング、いや今のタイミング絶対いいタイミングだったよね。針出てる、浮き輪からその針ちゃんと出てる、壊れてよ、針で当たってるんだろ、浮き輪壊れてよ。これマジでシビアだよ、ただ上に行くだけなんだけど、タイミングがマジで取りづらいんだよね。皆さん今ブロックが出てきたんですけど、ここに僕はこんなブロックに頼りません。絶対にこの新体験攻略してみせるよ。いやこれね、結構何回もいいところ行ってるんだけど、やられることができないんだよね。この設置の仕方ってやられることができんのかな。ちょっと今回このブロック使ってやられるね。じゃあここは左に折ったらダメっていう感じだったよね。右を失敗、それで大丈夫。なんでよ、クリボーが落ちてきて右に行けっていう感じかな。一旦左行ってみるよ、一旦左行ってクリボーが落ちてジャンプして右、ナイス。これで上の方に行けるんじゃないのかな。さあ来ました、ドアに入って進みますか。でここでピンコ行け。マジか、最初のピンコイン1個あったじゃん、あれを取ってこいってことかな。この下はなんもないよね。じゃあここでこのピンコインを取って最後の場所まで行ったらなんか変わるっていう感じだよきっと。さあ最後の扉まで来ました。こっから絶対なんか最初からやり直し絶対来ると思うんだよ。大丈夫、一緒やし。え、最後のロスを回避したらさ、ゴールできんのかな。そこだけが心配なんだよね。さあロス、とりあえず下に降りてきて、そしたらはっ、いや大丈夫、ナイス。これでゴールできるでしょ、やった。どうもご視聴ありがとうございました。すいません、ちょっとテンションが上がってしまいまして、僕なりのビートボックスを披露したわけなんですけど、いかがで。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、靴を履いて前に進むだけというこのコース、説明文にですね、靴かけるベルトコンベヤーって書いてるんですよ。そして最速タイムを見てもらっていいですか、 9.801 秒って書いてるんですよね。なんでこのコース、靴を履いたまま10秒以内にゴールしろっていうコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.80%、 まあクリア率 1.80% だったらね、そんなに時間はかかんないと思います。さあ今回はどんなコースなんでしょうか。まずこの靴を履いて右にダッシュしていってみようか。この状態でゴールバーまでどんだけ差があるかだよね。残り1分、残り0秒でしょ。超遠くね。じゃあスタートした瞬間履いてダッシュしてみてみるね。今のなかなかいい履き具合だったんじゃない。ナイスロケットスタート履きだよね、まあ、この状態でどんだけゴールとの差があるか。見えねえ。いやマジでゴールが遠いんだけど、この靴履いてジャンプしてったら速いみたいな、そんなあるのかな。走っていくのとジャンプ変わんないよね。どうするんだろう。あ、今見た、ダッシュしなかったら加速したんだよね。ダッシュボタン押し続けてると速くなんないんだけど、ダッシュボタンを解除するじゃん、ほら速くなるんだよね。これが繰り返してゴールまでたどり着けみたいな、多分それなんじゃないの。ほらゴールが見えました。ということは速くなるタイミングをどんどん利用して進んでいけっていうことだと思うんですよ。ずっと止まってたらね、やっぱ速くなんないんだよね。ダッシュボタンを押して解除した時だけ速くなるんだよね。なるほど、そういうからくりね。もうわかりました、ここで靴を履いて右にダッシュ。あ、履いてないよマリー。めっちゃ速いけど履いてないよ。いや大丈夫だよね、その自前の靴だけでいいよね。いや次はちゃんと履いていこう。ここで履いてダッシュの解除、ダッシュ解除、これの繰り返しできっとゴールできるはず。めっちゃ速くない？さっきより全然速いと思うんだよね。これでゴールできるか頼む。
やった。いや、この塩は面白いね。それじゃあどうもご視聴ありがとうございました。この動画がよく、いや、ちょっと待って、レールで加速する瞬間があるじゃん。この瞬間にジャンプ、これを繰り返していけば最速タイムトレース説あるくらい。最速タイムが 9.8 秒だったんだけど、それより早くいけるのか、どうなんだ。はい、ダメ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。